天のくれげ日記始まるよ。どうもテネス、今回はこちらシャンクスを撮っていきたいと思います。セガさんでやってるんですけども、まあ、果たしてどうかな。あ、動きはいいね。あ、これもダメだね。あ、いけね。あ、よけよけよけ。とりあえず縦にはハマった。こっからっすね。重心か。はい、一回倒します。これ右アームで一回振った方がいいかな。入れられて戻ってこないです。あら、うん、もうちょっと強めにかな。はい、これでどうだ。1回も入れさせていただくので、うわ、ほんのちょっと。もうちょっと動いてほしいね。なるほど。さっきよりもさらに強めにちょっとかけたけど、あ、オッケーオッケーオッケー。かなり寄せを強めにいかないと。わ、あ、でもいいんじゃない。ちょっとミスしたような感じになったけど、これでもう少し奥に送れれば。そうそうそう、ほい。いや、あのね、奥のバーが滑り止めはないんですよ。だからそこを狙ってるんだけど、ちょっと無理そうなんで、このまま右横を持ち手で落とす。そうそうそう、かなり奥でいいかな。はい、右横を持ち上げつつ、 OK、 無駄分解。これで残るんだな。あ、でもこれいいんじゃない。ほい、手前を持ち上げるしかない。ほい、よし。まだ落ちないかな。よしよしよし。
これで落ちると信じたい。ほい、割れて落ちちゃって。はい、ということで今回はこちらのシャンクスを取ってきました。セガさんで、まあ、このぐらい大きい箱やるのは僕かなり久しぶりかなと思いました。なんかいつもあのキューポスケットとかそのぐらいのねサイズの箱は結構まあセガさんでプレイしたりするんですけど、これちょっと大きいんですよ、あのキューポスケットとかよりも。なのでこのぐらい大きな箱は久しぶりにプレイしたかなと思いました。やってみた感覚はですね、まあ、そんなに難しくなかったかなっていう感じですね。動画ではいくつかな、17手ぐらいかかってたのかな。多分次やったらもうちょっと早く落とせるかなっていう感じで、はい、そんなに難しくなかったかなと思いました。ただ僕の横にいた方は結構沼ってたりしてたので、まあブースとかにもよるかもしれないですね。僕のやってたブースはわりかし簡単なブースだったのかもしれないなと思いました。で今回のシャンクスはですね、これ結構あの横に動くんですよ。それがね厄介だったのかなと。なんか結構予想外の動きをして、あそっち行くのみたいな、でこっからそんな形になっちゃうのみたいなことがねちょいちょいあったので、まあそれがね多分この重心の移動なのかな。縦もちょっとなんか動いてる感じはあるようなないような、横がねとにかく動きます。横がかなり派手に動くので、それがねちょっと難しかったかなっていうふうに思いました。でこのシャンクス多分今回人気なんですよね。僕がいつも行ってるお店はもうなかったので、今回セガさんで久しぶりにやってみたんですけども、いやかっこいいなと、僕もかっこいいなと思うので、いやシャンクスもうちょっと欲しいんですけどね。はい、また見かけたらやってみたいと思います。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。